聖宝寺は、福島県郡山市日和田町に所在する、天台宗の寺院。正式には、広沢山小学院聖宝寺。858年に、自覚大支援人が結んだ世が起源とされる寺。県指定重要文化財、木造大日如来座像、市指,指定重要有形文化財、蛇骨地造堂や市指,指定天然記念物の聖宝寺の笠松などがある。蛇骨地蔵堂は、 観光名所として取り上げられることも多い。858年、自覚大支援人が、東国境家の旅で当地を訪れて、世を結び、自ら、阿弥陀如来を刻んで安置したのが始まり。990年には、エシン心創ズ原神がこの世を尋ね、自ら刻んだとされる、薬師如来三尊物を収めている。1508年、栄光坊主を第一世住職として、 現在の名前の西方寺が建設される。その後、天正年間、五百九十九年、七百五十二年の三度の大火で本堂を消失する。八百七十六年、東照寺が廃寺となり、本尊の大日如来像が西方寺に移され、蛇骨地蔵堂も境内に組み込まれる。九百五十三年、木造大日如来座像が、県指定重要文化財に、 また、日和殿の1位が、県指定天然記念物に指定される。1996年、280年ぶりに、本堂を再建し、落景法要を行う。2000年、蛇骨地蔵道が、市指定重要有形文化財に、また、西方寺の笠松が、指定天然記念物に指定される。蛇骨地造道佐与姫物語の、レリーフ市指定重要有形文化財。 713年に開かれ、1718年、日本末藩四大藩主、庭修延の,の時代に再建されたと伝えられる。江戸時代後期の建築様式をよく保った仏道建築。本堂から80メートルほど南の敷地に立ち、山道も別にある。西方寺の境内だが、地蔵堂単独で観光名所として案内されることも多い。演技として、 スケ姫物語という伝説が伝わる。この物語の最後で作られた蛇骨地蔵が秘仏として祀られている。また、地蔵堂の裏には、オロチの人身獄となった32人の娘と、スケ姫を供養するための33観音像が安置されている。縁起碑和田の上主浅香左衛門の中茂にあやめ姫という娘がいた。ある時、 家来の浅加減和地里があやめ姫を妻にしようとしたが、許されず、怒った時里は姫を、館から追い出して、城主らを殺してしまった。姫は時里を嫌い、死に変わり生き変わり仇を打つであろうと言い残して、沼に身を投げた。その後、姫は、おろちとなって時里の一族を滅ぼし、それでも怒りは収まらずにこの地方を荒らした。困った人々は、 毎年3月24日に娘を一人ずつ人心国として差し出した。そして33人目の時、片平村の県カンタ夫の娘が選ばれた。県カンタ優夫婦は娘の命を救うため、山和国の長谷観音にお参りし、そこでスケヨ姫に出会った。スケヨ姫は県カンタ夫の娘の代わりに自分が犠牲になると申し出て、沼のほとりでおろちを待った。 そして、オロチが現れると、スケヨヒメは、ホッケ行を唱えた。すると、オロチは沼に戻り天女の姿になって蛇骨を残して、昇天した。残された蛇骨で地蔵を掘りまつったところ、日より伝の地に再び平和が訪れた。西方寺の笠松市指定天然記念物。樹高4メートル、枝張りが、東西南北に11メートルあり、推定樹齢250年の赤松。 ネズミ桶の松とも呼ばれ、この松の枝を棚に飾ると、ネズミが寄りつかないと言われている。蛇骨地蔵堂の前にある、県指定重要文化財。造高60センチメートルの寄せ木造りで、面には水晶がはめ込まれた湿白の仏像。鎌倉時代の作と考えられる、県指定天然記念物。樹高4.5メートル、推定樹齢230年の一位の木。 蛇骨地蔵堂の定前にある、蛇骨地蔵堂に関するカテゴリー、ありがとうございます。